北川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、この番組は YouTube と Podcast よりお届けしています。北川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、はい、以前ね、何度かこの番組でも先生のね、新たな作品ということで光の小道のお話をいただきました。で、第1弾はねもうリリースされていますが、第2弾第3弾もあるということで、第2弾のお話なんかも少し伺ったんですが、先生ゲラが上がってきたということで。そうですね、まだ第2冊目のゲラが上がってきたので、はい、ちょっとその古代から続く道の、続きとして、ちょっとどういう道があるのかをちょっとこう、はい、今日は短い時間なんですけど、ぜひぜひ早川君としておしゃべりできてたらいいなと思います。はい、で、その中で、第2弾の中でですね、はい、これがこう第1ページなんですね。はい、ちょっと読んでもいいですか。はい、人生の旅って本当にわずかな時間のトランジット、あなたと共に成長できる。いい時間をたくさん今持てるように心がけてるよ。なんか素敵な絵も一緒に。トランジット。はい。で、私はこう、今もうすぐな、今年もうすぐ78、これが出る頃は78に近づいていくんですけども、はい、本当この人生っていうのは、過ぎてみると短かったなって。あっという間ですか。このあっという間はみんな同じことを思う。私は94歳の20代かな、30代の頃、94歳のある方に出会って、94年間って長かったですかって聞いた時、あっという間さって言われて、うん、そうですかとか、なんか思ったことありますが、50年前の話なんですけど、はい、それはまだ印象に残ってるんですけども、自分自身もここまで来てみて、本当に、なんか、短くて、こんな短い人生で悟るなんてできないなと、つくづく思うくらい、人生のためって短いんだな、このトランジットって短いんだな、だから、一緒に生きてる人たちといい時間がたくさん持てるように、こう、うん、で共に成長できるように生きていくことが大事なんだなっていうのが、この第1ページの感想なんですね。なるほど。で、じゃあその時間っていうのはこれだよ、当たり前のことなんだけどね。はい、読みますね。楽しいことは一緒に喜ぶ人がいてこそ成り立つとしみじみ感じる。みんなそうだと思うんですね。一緒にいる人がいてこそ、確かにしみじみよかったって感じる。では、それだけでいいのかって、私はこういう失敗をしましたってことを書いてるんですね。はい、読みますね。自分の都合ばかりに生きていた時、私は輝きを失い、毎日失意の日々で、魂は色あせていた。私が祈りを覚え、人の、ために、心を尽くすと、毎日生き生きと、日常が一変した。そうですね。だから、早川君もそうだったし、私もそうだし、みんなそうだしね。20代、30代の頃は、10代の頃もそうなんですけど、わけわからず自分のため、自分の利益のため、自分の都合に生きていく。世の中でこんなに難しい、なんでこんなに難しいんだろうとか、うまくいかないんだったろうとか、なんか文句ばっかり言われたりとか、失意の中にいたり、で落ち込んで魂は色あせて、その周りがとても良かったと思うんですね。その時の読んだ、本の中に、迷うお前は素晴らしいって書いて出て、なんだ迷う自分がどこが素晴らしいんだと思ったことがありますけども、今思うと迷うということは、すごく自分の道を探すことができて、学びがいっぱいあるんだということがよくわかりますね。だから、失意の日々があってこそ、
私はこう今があると言いますかね、うん、であの時に祈りと人のために祈るということを覚えたら人生が一変したということをこう確かに、はい、まあ、そのそこは何かと言ったら自分の都合のばかりに生きるのではなくて共に歩もう共に手をつなごうみんな愛しい人をたくさん見つけていこう、うん、そしてその人たちのために祈りを捧げることを覚えたときに、はい、宗教ではないんですよ。いろいろ宗教団体の一切入ってない。自分がそういうのを持ったときになんか人生が変わり始めたって気がつき始めて、はい、いろんな人から声をかけられたり、うん、なんか喜ばれたり感謝されたり、はい、なんか生きる道ができてきたってことをこう、うん、毎日生き生きと楽しみに生きる人が、はい、一緒に生きる人が増えてきたっていうことを経験しました、うん、で、その時何をやったかって言ったらこうこれなんですね、はい、読みますね。これから先何が大事なのか、はい、本当に大事なのは何なのか、何を大事に生きたらよいのか、岩に腰をかけて呼吸を止めて目を閉じよう、じっと目を閉じよう、道が見えてくるまで、うんうん、まあ、何も明らかにトラブルと対立ばっかりしたときはいつも慌てふためいて走ってばっかりいるんですね、はい、あれをしようこれをしよう、はい、まあ、そういうときに本当にちょっとこうストップしなさいね、この道の人生の道の途中でストップしてごらん、歩むっていうのは、書いてあるように少なく、ね、止まるって書いてちょ、はい、ちょっと止まる、走り、そうです、走りっぱなしにならない、はい、と同じで、まあ、何が大事なのか、お前がこれから何を大事にしていったらいいのかってことに気づかないといけないんですね。で、何を大事に生きていったらいいのかっていうことにこう呼吸を止めて大きな岩と言いますかね、はい、うん、大臣に腰をかけてじっと目をつぶるだけできっとこれから行く道が見えてくるだろうって言いたいんですよね、うんうん、だから何を大事に生きていくか、まあ、それぞれ人が持っているものが違うので、はい、何を大事に生きていくかってことに気づかないといけない。じゃあ何が大事なのか、優しく生きること、希望を持つこと、うん、怒らないということ、共に歩もうという心、まあ、一つはやっぱ希望と勇気を持って手をつないで生きていけるということに気がつけばいいんですけど、どうも我々は人類はまだ競争と、はい、たくさんものを得たいということと、から一番になりたいということと、かっこよく生きたいという人がほとんどなんですけども、そこに執着しないでゆっくり生きていって、なんか多くの仲間と笑顔で生きていく、つまりこう人を大事にするということは何かといったら争わない、はい、人を傷つけないということに気がついていけば僕はこういいと思うんですね。何を大事に生きるのか、誠実に生きる、誠意に基づいて生きる、はい、恩を感じて生きる、いろんな言葉があると思うんですけども、うん、全部同じなんですよね。こう、うん、人として大事にするというのは何かといったら、やっぱ人を傷つけないで言って、はい、人に希望を与えながら手をつないで生きていける、うん、こうことにこう生きていく、目指そうと思うと人生変わってくるんですよね。うん、そうですね。でも なんでこう今岩にね、まあ、立ち止まって腰掛けて考えるってありましたけど、そうでなくても先生おっしゃったように、先生は多分そういう立ち止まることを誰よりもご理解されてずっと歩んでこられたと思うんですけど、それでももう人生78年あっという間っておっしゃったじゃないですか。うんうん、だからなんで人間って急いじゃうんですかね。まあ慌てる、あれと一緒ですよ。不安になるとたくさん食べ、不安になると、あ、やっぱりそこですか、たくさん食べるのと一緒で、うん、不安になるとご飯を駆け込むようになってくるじゃないですか。パパパパパって、はい、で急いで食べていって、だから満腹してバーッと走ろうとすると言いますかね。だから落ち着きなく不安、恐れをいっぱい抱いてると、うん、我々はどうしても急ぐんでしょうね。はい、不安になればなるほど食べ物が増えてくる、食べ物で体の中に物を詰め込もうとするように、はい、落ち着いて見極めて安心するとゆっくりと歩んで、うん、食べるものもゆっくり食べることができるし、そんなにたくさん、食料をお腹に詰め込まなくてもう大丈夫になってきますよね。そうですね。はい、そうすると体重も増えないし、
適量の体重で生きていけるということにこう気がつくといいますかね、はい、だからそういう生き方をしている人とまず道の途中で出会うことだと思うんですよね、うん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 、だから僕や早川君のこういうあのラジオに出会うことは僕とても大事だ、はい、いいチャンスだと思うんですよね、うんうん、だからできる限り皆さんにこのことを教えていきたいと思いますよね、はい、宗教ではないんだ、なんか囚われなくていいんだ、ね、ただ気づけばいいんだっていうか、うんうんうん、でも、あ、どうぞ、はい、いいですよ、でもいいですよ、はい、ね、多分次もう一枚出てきたらやっぱり同じ質問させていただくと思うんですけど、この本ね、以前もお話いただいてますけど、やっぱり先生の特にこの第2巻はやっぱり何て言うんでしょう、人生をこう振り返ってその順番なんですかね、今のなんか振り返りながら ご自身の人生を振り返って追体験してるような感じを受けましたね。まあ、私自身もダメだったということをこう、やっぱ失意の時代があって乗り越えてきたということをこう言いたいんですね、うん、はい、で、まあ、でそれを乗り越えるにはどうしたらいいかって言ったら、こういうことに気づく瞬間、うん、気づくと人生が一変するっていうかね、はい、まあ、シンクロニシティが起きてセレンディピティで、はい、荒らしのない世界、不思議な世界というものが現れてきたということをこう伝えたいと言いますかね、はい、うん、でこれは誰でもこの道に入ることができるよ、はい、それが古代から続く聖者の道なんだっていうか、うん、やっぱ聖者の解く道に行くということがやっぱり大事なんだなっていうことを言いたいんですね、はい、でちょっと最後はこれですね、はい、あと1分だけこれ、はい、じゃあ読ませていただきます。後半は荷を軽くし、たくさん断捨離する。そうすると色とりどりの花の咲く木陰の小道を青い空と一緒にスキップしながら歩んでいるだろう。うんうん、というこう心境になるよってこう言いたいんですね。うん、なんか、うん、だから結局は俺はねこう本当にスキップしてランランランと。年寄りになっても生きていけば、うん、生きていけるような生き方ができるように、はい、あの人生の前半で、うん、なんかそういうことに気づいて、はい、敵を作らない、うん、戦わない、争わない、怒りの中に生きない、逆に言えば安らぎ、頬ずるし、手を取り合って、はい、なんか歌い合って鼻歌を歌いながら生きていける、鼻歌が出るっていうのはすごいことだと思うんですよね。辛い時に鼻歌出ないですもんね。そうですね。確かに、うん、やっぱ安らいで、だから仲の良い友達を一人じゃなくて、まあ一人でもいいんですけど、はい、できる限りたくさん作って生きていくようにこう、うん、気がついてそのことを大事にしていくっていうことに気がつけば、うん、この人生は本当に変わるよっていうことをこう、まあ、うん、このラジオとして何回も何回も言いたいと思ってるんですけども、うん、これは答えから、ね、うん、続いてる道、道の存在を知らない人はほとんどだし、はい、うん、見つけられても実践するのが難しいんですよね。なぜ実践できないのかなと思ったら、やっぱ心を整えてないからですよね。はい、うん、だから心を整える、まあ、平安にする、沈めるということはとても大事だな。瞑想と断食をお勧めします。やはりそこですね。いえいえ。はい、ありがとうございます。ということでね、先生のこの新、作シリーズというか、光の小道、第1弾もリリースされていますが、第2弾もじゃあ間もなくですね。はい。そうですね。はい。はい、たくさん吸ったので、ちょっと鑑定こちらもね、はい。皆さんぜひ、まあ、ぼちぼち、伝えればいいと思ってますけど。はい。ありがとうございます。さあ、この番組では引き続き皆様からのご質問ご感想を募集しております。詳しくは北川先生のホームページもしくはメールアドレス北川アットマークキクタス .jp までお寄せください。さあそして、来月ですね、7月10日に、福岡で北川先生のお話し会があります。場所は、アスミンセミナールーム、13時会場13時半開演ということで先生のお話が直接、聞ける貴重な機会ですのでぜひ、こちらチェックしてみていただけたらと思います。さあそして、人生を変える出会いでは、番組継続のための支援をしてくださる、サポーターの方を引き続き募集しております。サポーターの皆様には毎月北川先生の特別講話をお届けしています。
現在30本以上、バックナンバーもありますが、サポーターになっていただくと、すべてこちらをお聞きいただけます。そして、最新の5コアがちょうどね、今日の話のさらに深い話ということで、今、道の話、古代から続く聖者の道の話ありましたけど、このお話についてですね、より詳しく深く、先生がお話をしてくださってます。純度の高い道を歩むということで、こちら、サポーターの方にはお届けしたいと思いますので、ぜひチェックしてみてください。サポーター制度については、詳しくはこちらの概要欄をご覧いただけたらと思います。ということで、北川先生、今月もありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今月はありがとうございました。ありがとうございました。